いや、昨日まで芋痛ではあった。落ちすぎ。パーキーもしねえよ。チーム名決まったやん、ノーブレイン。自分だからすぎ。みんなでオフライン行こうぜ。お前行こうよ。トレンドに無限釈迦編入った。ナイス合わせてないまーワンマージャンスプリー。ハンドが取れるわ。ふざけるなよ。コーヒーこぼした。どうする、ケイくん。お疲れ様です。またここまたここ無限だるま編無限釈迦編です。マジかよは違うマジかよはどうだかマジかよはどう釈迦さん俺も家族やと思ってるよ。まあ家族より家族と同じぐらいの時間過ごしてるかもしれない。マジで過ごしてる。お願いします。お願いします。お願いします。です。もうそのフィンさんもあまりにも来てくれて本当にありがとう。釈迦さんにありがとう。違う違う。釈迦さんはさっきありがとうございますって違う。まあまあ家族だし。ああそうか。じゃあ他の相手のメンツとか知らないんだけど、うちってもこれ多分最強やと多分。普通でしょ。うん。まあ、何チームあって横割りでできるのは決勝？そう。21、22、予選があって。21、22？嘘つけ。そうだよ確か。19、20、21でしょ。19、20、21？だからそのごめんじゃん。それはごめんやな。そうごめんじゃん。今日ちなみにどこと戦うんですか？チーム B っす。クラッチフィー。B。あ、B か。なんかもうすでにチーム B にもだってね、強めの人入ってるしな。VC に。元プロよね。え、この人元プロだよね。え、でもさ、そもそもでも元プロってダメなんじゃなかったっけ？ VCT 出てる人がダメみたいな。VCT 出てないんじゃない？出てないんじゃない？出てないプロは出てない。出てない。やつは出てないんじゃない？プロではある、プロではあった。けど、VCT よりのグレー。そうそうそう。まあジャスパーもね、VCT 出てないだけやもんね。まあまあ出ようと思うね、いつでも出れる。もう出れるよね。まあそれは別に俺でも出れるんよ。ブイブイも言わせれる？言わせれる言わせれる。あ言わせれるか。やってないだけ。別に。じゃあうちルール違反かもう。強すぎる。じゃあもうそれ行こう。全員。ジャスパーが強すぎるか。ねジャスパー。やってくれますか。ジャスパー。やりますね。うん？コンペにして。やってたか。おい。おい三。あれこのチームどこが強いんだ。あれあまり。いや昨日まで芋痛ではあった。落ちすぎ。決まってから猛練習して朝にやりすぎたかも。おいしかもジャスパー芋痛なんやめろよ。してるやん。お前は芋痛なんであれよ。マフィンが一番高い。マフィンが一番高い。僕もルビーから落ちてるっすこれ。落ち続けてるやん俺ら全員。怖いよ。平均現在レートで言ったら多分ここいっちゃい低いぞ。ダントツマジで。誰だよ A チーム強すぎ芋子なんてみたいなことをコメントしてたやつ出てこいよマジで。アセンダント3じゃなくてアセンダント3人じゃん。スクリームまでに上位6位入るか。全員上位6位で終わろう。5じゃなくて一つ余裕なんだ。やばい。8にするか。なんで弱気？ああ、そういうことか。8位の中に全員入ろう。なるほどね。マウフィンさんってエーペックスもうまいの？全然っすよ。マウフィンプレイよ。いや、踏んだだけっす。全然。全部最強じゃないですか？バロもレディでしょ？いいですよ。でも、ジャスさん、ダイヤまでじゃなかったっけ？うん？ダイヤ。ダイヤだよ。ダイヤだよね。マスターまで行ったことない。なになになにのは？なに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 笑ってないのか。上位6位じゃない？俺ら全員。これ入った？入った？上位6位じゃない？オッケー終わった。また。いやイージーすぎやん。俺ら上手いやん。入ってる入ってる入ってる。じゃあ5人上位5で行くか。上位5で。上位5あのあれクリームまでに上位5ね。ちょっと怪しいか。やめろやめろ。いや。キンさんロールは？ロール一回待ったことないですよ。マリオパーティーは？マリオパーティー。俺が一番うまいやつ。ジャスさん一人でやった。大下手やん。ええ。いやジャスさん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 はあジャスさん。ジャスめちゃくちゃめちゃくちゃ。すごい過剰反応してた。最悪。やめて。はは誰今の打ったの下？ブリーチにめっちゃ下打たれたんだけど。ブリーズでしたよ。ブリーチに誰お前やないか。
配信外のやつ出てるよ。もうやめろ、お前言うなよ、配信外で俺がデスマで1キルするたびに。説明すな、説明すな。説明すな。そのワンマンそこまでは言ってないよ。だーだー横はキモ。強い強い、ハーキも死ねえよ。増えてるあのね、微加速使ってる。微加速夏すぎる。微加速使ってた今。微加速夏バレやんないの。ここまでするなら堂々と使えってやつね。堂々とやるから普通にノアの人たち強くない？マジ強い。だるまさんなんか声の勢いの割に俺と一緒にすげえなんかキルしてんのかと思ったら全然デス40の方が早かったから俺もしかしてさ今俺気づいてたんだけどオーダー不在マウフィンさんってオーダーいけますよね。え、いけるマジですか？のあ待って待って待ってブレインおらんこれノーブレインかもしれんこれ。ノーブレインうちのマウフィンいけますよ。ほんとにチーム名決まったやんノーブレイン、うん、ダサかっこいいな。ゆえやまきんに君ってチーム名にしてサンデーでいこう。あざっす。ああバロラント落ちました。ゆえやまきんに君さんの背後ゲットあぶねえ。そう声でエイムブレてるだろもう。あーそこ当てれんかクソ。反省しすぎモチベ高すぎ。反省しすぎ。釈迦さんの背後ゲット。ブリムに当たんないよ。声でいっけ。何も聞こえ。ちょっと待ってほしい、ちょっとだけ待ってほしい。いいセップかな。言いたいだけや。俺いいしか言ってなかったよ。今言い過ぎ。はいレイレチクルダッシュです。いいステップ。やばい終わっちゃう。落ちる落ちる。オッケー。あ、ね、くしれ。よっしゃ。たび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 。これは誰が足引っ張った？まあ俺が足引っ張ったね。俺大丈夫。俺が本当に綺麗に引っ張ってるよ。おい、えぐいって。本当のパターンやめてよ、気まずいから。スプリット。やべ、バッテリー切れる、回すの。エイペックスのさ、大会中に切らしてたよね。いいとこ。もう最終の最終やね。俺ちょうど見てた気がする。俺もその視点見てた。えってえって。え、何してんの？え、何してんの？しかもなんかギリ近接で勝てそうな感じもあったんよ。いや、あの時ね、近接のキーも俺外してたから。左クリックがないともうダメだ。そうそうそう。バロ漬けだ、楽しい。ずっとプロみたいな、フルタイムプロみたいな生活してる。ジャガさん14日昼だよ、だって。ああ、いいよ。バカハードスケジュール。もうフルタイムプロゲーマーや。これ朝から髪切り行くんだよな。限られた時間の中で14日の昼14時ぐらいからスクリームやって、21時からスクリームだからね。ああ、ある意味プロより大変だぞ。だってチーム別だから、ね、そりゃそう。昼のスクリームと夜のスクリーム、チーム別。それマジですごいっすね。だから本番っていうか、その横ありでもやるってことですもんね。ああ、まあでもここはこの CR カップのまま負けたらない。勝てばじゃあ勝てばある、ね、負ければない。だからあるよな、絶対オフライン行きてえな。みんなでオフライン行こうよ。みんなでオフライン行こうぜ。お前行こうよ。一人だけ来んじゃん。一番来んよ。俺家か、俺家か。ねえ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 、環境固定してるもんな。トレンドに無限釈迦編入ってる。俺CR カップオーバーウォッチの時に無限釈迦編ってツイートしたの。あ、僕オーバーウォッチもあるんだ。そうだ。あー、そうだ。バロからのオーバーウォッチからの CR カップからのディファイアーズやった。忍たま乱太郎、もしかして俺今日風呂場で見てたの最終回だったのか。何の話？忍たま乱太郎最終回っていうなんかトレンド入ってたから。確かに今日忍たま乱太郎風呂場で見てた時、ネタバレじゃない？なんか今まで今まで一気見に撮っといてる、こんなことあったなみたいなことやってて、一気見で撮っと一気見するために撮っといてるのに。忍たま乱太郎終わるって今年見てたら。何話あると思ってんの。
オープニング聞く派もしかして聞くしっかり聞くよ当たり前エンディングも聞くよ一気見する30機あるらしい30機2桁間長すぎてか俺何すんのあもうもうおい俺上位やりたいってごめんジャガさんごめんマジかよなんか別に俺何も聞いてねえのになんかシャガさんはもう決まってるから後から入ってきていいよみたいななんか下早めに集まってキャラとか決めようかなと思ってシャガさんはもう確定してるから21時からでも一人だけねシャガさんだけ15時間違うなんだこいつあれ5人中3人もディファイヤーズのメンバーおるし寄せるべきでもあるかまあその方が多分、うん、通ずるものもあるよ ね, 単純にねプレイしやすそう僕とマウヒさんがね合わせる方が多分そうなんかいいチームメンバーすぎない、うん、イニシエーター確定になるけどそしたら2人がもういやもう大丈夫ですよ、ね、もう全然いいいや僕も全然大丈夫ですよお前一番いけないよ動かんの言えから言えから動かんの当たり前よ大丈夫です。僕はいいですよ。あやごめん当たった入ってる94カットあのアストロ最高の中のアストロ瀕死ナイス入ってきた右翼1人ナイスあと1人ストロングはプラレ入れる引いた1人引いた1人引いたナイス武器拾えるガレージ入れるよえ行ったかもガレ見てるうん黄色見えない、うん、プラントブリッジブリッジエルターだから行こうかなウルタール的にわっ死んで死んで死んでマジかナイス映らないウルトアルシャドウセッチショットでもおナイス反応した怪獣いけるかハーフまでハーフまで行くいやこれ神うそれ神神シャカさん神だわよかった無限にシャカさんってね無限シャカ編これ味方無限にこれ味方なの嬉しいワンメイン黒あの最高中最高中リメイン死んだはず中の右の箱裏おったのレイズゆっくり行こうか。まだ時間結構あるよ。お、何してると？解除してる。バックツー、バックツー。ナイフ切られてる。ナイス。もう入った、出た。ナイス。ナイス。ナイス。どこ入り口かもわからんもんこれ。なんかいる。ナイスと。ナイス。何かこれ。エルボワン。キルジョイルと思ってる相手。ラフターワンサイトも捕まえやべサイト上のリ乗ってないうわ壊されるこれ入れないかなサイト上もう一人ナイスあとウルト撃ってるやつウルトだごめんこれ逃げない相手も壊れてないナイスナイスナイスマイティーマイティーよマイティーよ近づいて俺らが先ワールド俺が次時間ない相手時間ないよナイス壊せてないまーナイス俺の激アサキルジョイのおかげやこれあんなとこ置くとは思わんやろそこ丸見えやもんここそうやめえ多いすごいダッシュで行っちゃえもん行こうでもいい動きするなと思ってましたバンさんおる3本でもあるよ俺らできねえだろとかやってやりたくなるな。ジャスさんジェットでもジャスさんジェットでもいいけどなこれ。あ確かに。オペ係が。チート使ってるから。変えれる？チートあるから変えれるあのゲーム内で。一ラウンド目レイナでやって二ラウンド目からジェットめっちゃ強くない？ハンドが一番強いレイナで。巻き戻しできたよねカスタムって。ラウンドロールバックできるよ一応。嘘。行く？あじゃあキャラ変えてみ見てから変えてるみたいなやだなこれでこれであやべおあえいや多分これでいけるはずおおすげえおおクラッサムうますげえ初めて使ったでもクラッサムうますぎるといけんのかついるシャワー飛んでるスカイこれ詰めてくれお前カバーないこっちからないビーゴルない全然寄っていやっべ詰めていいと深田か
もう固いた。まだおる、まだおる、まだおる、まだおる。飛んできた。TP2、TP2。いや、俺これ。あ、いた、つわ。復活はいる。サンクラテル入った。なんじゃそりゃ。ごめん。うわー、ごめん。もうラウンドロールバックできない。あ、これからできる。いやでもそうか、お金がむずいのか、スカイに変えても。これマフィンさんがスカイに変えるか。ああ。途中から変えるのはよくあれか。やっぱスカイにしますっつってラウンド1からやり直すで、そうじゃない。まあでも練習だし全然やらせてくれるんじゃないですか。一回スカイにさせてもらおう。ワンマーチャンス。ワンマーチャンス。すいません。ワンマーチャンスプリー。ハンドが取れるまでやるもしかしてこれ。キャラ変えた？キャラ変えた？マフィンさん。なんで変えるんですかこれ？なんか倒して一番右の。いけた？これキャラ。あ、いけた。します。キャラ。いける。たった2ラウンドで。ってことはもう決めぐれ投げちゃおっかな。その場合。シャワー行こうかな。もうグレも使っても完全に取り切るわ。ショットマン。もう一人。飛んだ飛んだシャワー飛んだシャワー。おお。プロになれ。燃えすぎ？ごめんなさい。シャワーあん。そう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 。オッケー。B 入れたよ。TP 34カット。待って、B ロン、B ロン、B ロン。シャワー。B ロン、ナス、B ロン、ナス、B ロン。ナスと B ロン。俺たちが取れたらなんか気まずくね。その場合？リセマラだって。リセマラ成功。裏行ってる、裏行ってる。裏？裏行ってる、裏行ってる。うん、違う。あ、はい、本当だ。乗せる。おろろ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 ろ近くや。ある前スロットのアストラが相手もでも目あるからね、それこれ勝てるな。まず吸い込みスタン吸い込みどっち C 左 C だ。ふざけるなよ俺の一番楽しいところアストラ一番のアストラズシーンだったのに一番おもろいとこやどれかといえばよ、どこのスモークがやりやすいかって話ですよね。あ、セント来た。ちょっと待って、トイレ行ってくるわ。はい、俺も一瞬で行ってくよ。俺どこが得意なんだろうな。アセント結構いいイメージあるけど、あ、もう最悪だわ。あらららら、最悪だよ。もうざま見ろ。最悪だー。フェードアウト。コーヒーこぼした。どうするケイくん。え？ケイくん？ケイくん？ケイくんどうするのそれ？大丈夫？ネリーネリーダメしないよまだ。アキコの声聞こえてくるって。どうするの？本番はいないからね。よくありは。本番はアキコいないぞ。いやでもいるかも。アキコが来るパターンある。この時期にいるってことは関係者席に座ってる可能性ある。飲み物こぼして出てくんだ関係者席。出てくるかな。タイムアウトで授業参観や。親フラしてる人久しぶりに見た。え、コーチ枠で呼んだわけじゃないよね。違うよね。まあまあまあ、常にオフライン参加しとるじゃん。それコーチ探しますみたいな言ってたけどコーチじゃないよね。可能性あるな。新名もアキコでもいいけどな。最悪や。ケイ君何してるの？ケイ君何してんだ？モニターにもコーヒーが。ケイ君。バージョンコーヒーになった全部のデバイスが。気をつけなさいってあれほど言ったでしょう。来た。やばい。グッズがモニターコーヒーとカナカレー。コラボしたコーヒーと。やば全部。よかったでも砂糖入ってなくて。だそれいいね。うん、オフラインのキーボード持っていけるわ。
ダル固定されてるもんね。うん、固定されてる。持ってきやん、ね、モンエナのシールで。そう、モンスターのシールで固定化して1ミリ動かんから。来たね。持ってきやん。マジ来たね。食べたじゃん、マジで。いや、持ってきやんね。机ごと持ってくことになる、これ。持ってくとしたら。カツカツのモンエナで。で、オフラインの机汚すことになるわ。もうどうせこぼしたんだったらそこら辺にすればいいじゃん。ついでにね。頭良すぎ。道徳が。皆さんいけますか、レディ。あ、はい。いけめーす。いつでも、いつでも、いつでも。